将棋の藤井聡太竜王のファンの方なら誰でも知りたいと思う内容を作成しました。藤井聡太棋聖に挑戦する第94期棋聖戦挑戦者決定に関する内容です。挑戦者を待つ藤井聡太棋聖は20歳にして棋聖3連覇中です。準決勝に進出した棋士は渡辺名人、永瀬王座、佐々木勇気八段、佐々木大地七段がです。さて誰が挑戦者になるでしょうか。最後まで見てください。4月20日に準決勝が2対局行われました。渡辺名人と佐々木大地七段は佐々木七段が先手で渡辺名人が後手になりました。初手から双方飛車先を決め合い、戦型は相掛かりに決定。互いに飛車先で歩を交換した後、先手の主流行き飛車棒牛に構えた。佐々木七段は続けて角交換を敢行、積極的に模様を動かします。しかし角交換が成立したところで局面は落ち着きを取り戻し、渡辺名人が中央に手厚い腰掛け牛に構えたのを見て佐々木七段は手堅く玉の入城を完了。まずは互いの主張を盤上に反映させながら開戦へ向けて慎重な駒組みが進行します。48手目で形勢は互角です。佐々木七段は角交換をしました。渡辺名人が角を打ちました。67手目に佐々木七段が9筋の歩をぶつけました。形勢は互角です。84手目に馬で飛車取りに当てられた渡辺名人は5-2に飛車を逃げた指し手で佐々木七段が有利になりました。最善手は9筋を王手で攻める指し手でした。永瀬王座と佐々木勇気八段は佐々木八段が先手で永瀬王座が後手になりました。戦型は相掛かりになりました。58手目で形勢は互角です。角交換の後永瀬王座は自陣に角を打ちました。佐々木勇気八段も角を打ちました。永瀬王座が7筋の歩をぶつけました。63手目に永瀬王座の桂馬を避けて義勇を引いた手で形勢が永瀬王座が有利になりました。ここは5-6銀と出るのが最善手だったようです。徐々に形勢が永瀬王座に傾いています。111手目に互角で渡辺名人も粘っていますが佐々木七段が大きなミスなく指し進めています。134手目には佐々木大地七段が優勢から小勢になっていました。96手目で佐々木勇気八段が粘って形勢を盛り返していますが最善手をさせずに形勢が維持できませんでした。121手目には永瀬王座が小勢になっています。さすがに永瀬王座ですね。間違わないですね。佐々木大地七段と永瀬拓也王座が勝利しました。どちらの棋士も形勢が互角に戻ることもありましたが、終わってみると形勢で振りになることはほとんどなく快勝となりました。佐々木七段は好調で14連勝と続いています。永瀬王座はやはり相手のミスを逃さず勝利につなげますね。永瀬王座だと昨年と同じになります。佐々木大地七段だと新たな番勝負が見れますね。さあどちらになるでしょうか。24日に決まりますね。まあ藤井棋聖ならば誰が挑戦者でも間違いなく3連勝か3勝1敗で防衛しますね。1回の対局の期待勝率が永瀬王座には 74% で佐々木七段には 82% になります。このため5番勝負になると永瀬王座に 88% で佐々木七段には 96% になり、棋王防衛で4期目になりそうですね。最後にお願いがあります。2023年には藤井竜王が8冠を達成すると思う方に、また一般棋聖4つを再度グランドスラムを期待し、さらに非公式戦でも勝利してほしいと思う方に、今後も藤井聡太竜王に関する情報をお伝えするためにも、最後まで見て忘れずにチャンネル登録とグッドボタンをプチッとお願いいたします。次回の動画でお会いしましょう。